お疲れ様です。即価塾の久保です。本日も暗号通貨、こちらのコイン月光から見てみようかと思います。ビットコイン最近好調でですね、一時期は330万とか40万までいった今年の価格だったんですけども、 現在またね、400万近くまで戻してきてますね。まあ一時期はね、200万円台まで入っちゃったわけですけども、そこが結局は買いだったってことなんですよ。で、これはですね、来年ビットコインが半元期を迎えますので、来年に対する仕込みをしている人もどんどん増えていることだなと思いますね。ですんで、来年まで価格は上がり続けるような感じはあります。えー、ただ本当にどうなるのかわかりません。過去の実績から言って、大体半元期の前の年から価格が上がってきてて、 まあいい感じになって、それで半減期が終わる頃にみんながね、え、売り逃げていくっていう形で利益を確定させて、で、売り損ねた人もしくは長期ホルダーの方がずっとね、300万円前後をキープしていってくれるって話になりますよね。なんか今回はゴールドマンサックスかなんか600万いくなんてことをね、言ってましたけどもね。ゴールドマンサックスの、まあ、いろいろありますからね、あそこもね。はい。で、イーサリアムなんですけども、イーサリアムに関しましても、実は、 順調なわけですよ。イーサリアムは、実事に対する裏付けってのが結構はっきりしていて、あの NFT ですよね。NFT の方にかなりイーサリアム型の、こうやってね、ブロックチェーンが使われてるみたいなんで、これは今後も順調に上がっていくんじゃないですかこれやっぱりね、50万近くまで行った時もあったんですけども、まあ今の価格は安すぎるかなと思いますよね、まだね。 まあでもいつ頃その50万とかね100万とかにいくのかっていうのが分かんないところがミソですよ、まあ、私たちが生きてる間もしくはお金が必要だと思ってる間にね、えー、達してくれればいいんですけどね具体的に言うと3年以内とか5年以内にねでその他なんですけども今回 XRP のことについてお話しようかと思ってたんですよついでにカルダのもの価格40円台までちょっと入っちゃったんですけども今ねえー、60円台に向けて、えー、突っ走ってとこですね 体のおめでとうで XRP なんですけどももうすぐ70円に行きますというところでクローズアップして XRP を見ていくわけなんですが覚えてますかね私が1月に XRP イーサリウム大量購入したということをお話ししましたその頃ってのは本当にね仕入れ時だったんですよその仕入れ時がだいたい今年の前半さらに四半期前半にね偏っていました1月から3月の間はどこで買ってもよかったわけですよ で、私が買うことをお勧めしていたのが、まあ、惜しくも、ここですよね。折しモってやつか。この辺り。一番いい時だったですよね。まあ、でも他の価格帯でもね、全然不利なわけじゃなくて、40円台なら、あの、XRP が買いだったわけですよ。前回私も42円で買ってますからね、前回で数年前ですけども。結局、XRP って40円台なら買いで、で、えー、70円前後で手放すってことを繰り返せばいいんじゃないかなと。 で、前回はね、42円で買ったものが、なんか198円ぐらいまで上がりましたけどね、すごくいい時期だったと思います。はい。で、今回は、こちらの方に、ぐいっと上がってきました。で、見た感じわかるでしょうもう、レンジのフェーズが変わって、すごい利益が取れるポイントだったわけじゃないですか。一番、値段が下がった時でも、えー、この半年間の前半の一番上がった時よりも、高いわけですよ。ね、こういう風な感覚があるかどうかですよね。それは、常日頃から、 こういったチャート分析をしていればなんとなく身についていくことなんでここにテクニカル的なノウハウがあるかってったら別にないんですけどもねそのうち体系化してまとめようと思いますけども、まあ、こんな感じで、えー、現在68円から70円に向かっている XRP なんですけどもまあ私が売ろうと思うのはねやっぱ最低でも100円を突破してからかなと思いますし XRP に関しましては SEC との訴訟がもうすぐ明けると思うんですよで一定程度目処がつきましたんで投投資資家さんがが XRP に資金を投じ始めたのが この図に出てるかなと思うんですけども。うん、まあ、まだまだね、チャンスはあると思いますんで。XRP っていのは大体400円ぐらいまでいきましたからね。400円だったよね。うん、ごちゃごちゃになりましたけど、確か400円だったでしょ。<laughs> 確か400円だったと思うんですけどね。確認してみましょうか。XRP の、えっ、ー、と、最初から最後まで。MAX でいきましょうか。あ、400円ですね。400円ぐらいまでいってるんですよ。だから全然まだ、 反値とかね、言ってないわけですよ、今、うん。まだまだチャンスあると思いますよ。はい。えー、ということでね、今日は以上でございます。あの、本当にね、あの、暗号通貨って、忘れた頃に利益を取るポイントがやってきますから、こうやってたまに発信しますけども、私の場合は仕込んだ時と、もうそろそろ売ってもいいんじゃないっていう時だけに放送するようになりましたんでね、参考になるという噂です。それではお疲れ様です。